はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリッシュです。プレーキスピリッツ2015高橋由伸でのプレー続きを行っていきたいと思います。今日からはですね、交流戦のロッテマリーンズ千葉ロッテとの一戦ですね、お届けしていきたいと思います。早速始めていきましょう。という前に疲労がちょっと溜まってますので、疲労を取りましょう。他なんかないのかな。特にないか。疲労もだいぶ取れたのでいいでしょう。先発は石川ですね。シンカー、カーブ、シンカーは2種類持ってるみたいですね。曇り空の中ゲームがスタートです。 QVC マリンフィールドから。さあ、そして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。おっと、近いボール、まあ、決めたいですね。そうですね。さあ、30号となるのか。インコース、インコースで攻めてきます。内への変化球は決まりません。ボール先行です。胸元へ持ってきました。ストライクです。これは落ちろ、落ちろ、ダメか。この当たりはどうか。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。ちょっと当たりが良すぎましたね。変わりまして守備に1回の裏、バッターは相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました。高い打球左中間へ。この打球はフライになっています。はい、きっちりレフトが取りました。ワンアウト。並行してやってるあの MLB ザショーよりも守備はというかフライの落下点には入りやすいですね。あっちは本当にね、入りづらくて守備のミスが結構出ちゃうんですけど、ここ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、西さん、不調に陥ってる感じでしょうか。こういう時はあれこれ考えずに頭の中をシンプルにして打席に立てばいいと思いますね。なるほど、そうですか。大きく外れました。見送っています。低めでくれればというようなボールでしたが、よく吸います。ストレートはもうちょっと捨てるしかないんだよな。これはうわ、インコース詰まりました。掴んでツーアウトです。なあ、本当にいいとこない。試合の方もジャイアンツが負けてますからね。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。今のスライダー入ってるんだ。そしてシンカーですね。次のボール外すのであればその次のボールの伏線ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。うわ、内角が三振来たと。内角か。打者になる可能性あるな。打順は3番高橋。石川完封か。2アウトになっています。さあ、1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ボールになります。ボール先行です。インコースにストレートで、次は外に
146キロ。そうですね、かなり今度インコースのストレートが来るか。これは集めてフォアボール、外に変化球ですね。ただ後続続かずというところで、敗戦してしまったか。今日は見事な完封で白星を挙げました。千葉ロッテマリーンズが相手打線を完璧に抑えて、また長宗我部だと間違えるな。げ、腹をかかしたとかで最悪だ。もうアイテムショップ行ってなんか疲労回復するしかないかな。ペットとかいるんだ。ペットも買おう。俺猫好きなんで猫買おう。まあ、かわいいな。一気に猫買いましょう。マイカーでも欲しい。高級国産車、やっぱ外車ランボルギーニだな。どう見ても花束あげるとかおかしいよな。家で打撃練習だった。ちょっとまだいいかな。はい、ちょっと脱線してしまいましたけど、頑張っていきたいと思います。西野、うわー、ストレートスライダー、どれも一級品だな。指名打者には阿部が入ってます。QVC マリンフィールドです。さあ、そして高橋、盗塁が出てます。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は4割3分8厘となっています。いや、素晴らしい数字ですね。さすがクリーンアップを任される選手ですね。ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。打ちました、ショート取った、一塁へ、アウト、ツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。1回の裏、マリーンズの攻撃です。荻野が打席に入ります。
ジャイアンツは。さあ、ジャイアンツはエースが登板ということになります。インサイド来ました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに左に切れました。ファールボール。インサイド、高い打球右中間へ。ここは打ち上げています。長野が抑えました。センター掴んでワンアウト。第2打席3回の表ツーアウトランナーなしです。ここまでノーヒットかな。ジャイアンツの方は打席には3番バッター高橋。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー西野、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。打った。これはフォークボール。一二塁間を破る。ツーアウトランナー一塁。そしてバッターは今日 DH に入っている阿部。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッター有利なカウントになりました。では先球は膝元決まった。ボールワンストライクになって打ちました。痛烈。切れますね。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。流しました。これはどうだ。抜けました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。なんか本当に変なホームに送球する。マリーンズピンチになりました。ツーアウトランナー3塁1塁。バッターボックスには5番長野。先制のチャンス。マリーンズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんでここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。追い込んで今日はどんなバッティングを打つ。球で誘ってきたんですがバッター動きません。なので打った瞬間にスタートを切るという場面ですけど、これはフォークですね。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、いやロッテとは本当に、ね、均衡した試合してますね。0対0。前の試合も1対0の試合でした。バッターボックスには3番高橋。前の打席はフォークをうまく打たれましたから今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。走りませんね。これはフォークですね。ファウルになります。これはスライダー。これもファウル。ボール球のスライダーでした。2ストライクです。これもフォークですね。またファウル。1球外してきました。ボールになります。次当たりスライダーか。打ちました。鈴木だ。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。どっちが先に点を取るんだろうかという場面ですけどね。この西野フォークを作動してくるという、うわ、カルロスローサに変わってるし。バッターボックスに入ります。ストレート152キロ、スライダー、フォーク、チェンジアップ狙おう。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で8回を迎えています。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。小宮山さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のピッチャーの心理状態はどんなもんなんですか。まあ、どうですかね。その味方が点がなかなか入らないということもあるんですけども、目の前のバッターを打ち取るということに集中している、そういう感じで投げ入れてると思いますけどね。うわ、見逃して三振になります。なかった。さあノーアウトで貴重な先制のランナーを置いています。送りバント。バッターボックスには角中。送ってきた。右方向へ転がした。ピッチャー取った。一塁アウト。ワンアウトランナー。送りバント成功。ワンヒットで先制と。さあそして打席にはデスパイネが入ります。さあワンアウトになりましたが先制のチャンスです。まあこの試合はインサイドでボールを持っていった。大きいぞ。切りました。ファウル。フェアならば先制かというところでした。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。ただ井口だ。このチャンスをものにしたい場面でしたが井口も好きな選手なんですね。大学の先輩なんですよ。ジャストミート抜けた。セカンドランナー返るが先制。バックホームする。ただ帰ってセンター前ヒット。当たりが良すぎましたね。西さん、これ
サードまでランナーが進みましたね。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから。そしてクリーン仕事しましたよね。打つのボール球打っていった、大きな打球だ、ここは外野へのフライ掴んで3アウト、先制は許しませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。大きな当たりでしたけどね。打順は1番に帰ります。バッター荻野、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーをインサイド打った、高いバウンド、サードが抑えた、一塁アウトで3アウト。ヒット9本打って0点か、残塁が多いんですねきっとね、この感じだと。3番バッター高橋。さあピッチャー4番手増田にスイッチしてます。増田のデータ確認していきましょう。ストレート、シンカー、増田がジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は今日は良さそうに見えますけどね。なるほど、さあまずはこのイニングをしっかり抑えたい。初球わずかに外れてボール、これは近めにもう1球ストレートですね。体に近いところ、ボール先行です。これも近めの低めの変化球は外れました。ストライクが入りません。これはスライダーです。ここは1球見ました。これはフォアボールですね。際どいが、あっとフォアボール。これが1球目、変化球打った、抜けていった、ファーストランナーセカンドがマスを蹴った、ライト前ヒット。これがチームランナー、ここはうまく引っ張られてしまいました。長野がどういうゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。バッターボックスの長野、今シーズンの得点圏打率は3。ストレート打った、サード取った、二塁へ送球、これは際どかったが二塁アウト。これゲッツーだ、際どかったがアウト、ダブルプレーで3アウト。ピンチの場面だったんですが、最後はダブルプレーで切り抜けました。まあよく踏ん張りましたよね。アウトですね。そしてノーアウトランナー一塁か、これピンチですね。さあノーアウトで一塁にはサヨナラのランナー、バッターは角中、変化球空振り、ワンアウトです。さあサヨナラのランナーが一塁です。バッターボックスにはデスパイネ、しっかり捉えた、面白いところに飛んでいる、掴んで2アウト、ボールは中継、ツーアウトランナー一塁と変わります。そして井口、井口には頑張ってほしいな。サヨナラのランナーを置いています。バッターボックスには、ただここはクラッバットに当たりません。吉野部もう一回回ってこい、よし、ジャイアンツ4点取ってますけどね、ここは吉野部便乗してヒットを打っちゃいたい。今リリーフカーに乗ってゆっくりと、さあマウンドに上がったのは上野、今シーズン12試合目の登板です。ストレート、スライダー、フォークにカーブ、上野大輝。試合の方はまあ油断はできないですけど、まあもう勝ったかなっていう感じですね。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してホームイン成功です。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。全くその通りですね。ストレート、いや、いいところに決めてきますね。はい、さあ追い込みました、ファウルボールです。これは見送ってボール、これでフルカウント。最後はストレート、ズバッと来ました、ここは空振りでアウト。いやちょっといいところないな。ロッテマリーンズ敗れてしまいました。勝ったジャイアンツ。ちょっとコンピューターの強さをですね、普通に戻したいなっていう願望が今すごい出てきてるんですよ。ちょっと1回だけ
に戻してみましょう。ですからね、と自分に言い聞かせてますけど、なんとかこのね、吉信加工気味でちょっと見ていただいてる皆さんにもいまいち見せ場がないようなそんなゲームになってますんで、ここはねちょっときっちりとゲームの難易度を一つ落としてでも面白いゲームになるように頑張っていきたいと思います。よく晴れた天気になりました。 QVC マリンフィールドからお伝えしてまいります。セパ交流戦、さて小宮山さん、ここはどういうピッチングをすればいいでしょうか。まあ、そうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。36キロから入ってきました。これもストレートですね。内へ持ってきましたが外れました。141キロのストレート。ここまで全球ストレート。ここもストレートですね。振ってきませんか。そうですね。うわー、全球ストレート。最初は守備からです。1回の裏の守備からです。西さん、やはりバッターは荻野、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。さあ、そして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。ストレート真ん中に来たんですけどね、タイミングが遅かった。ここで、そうですね。さあ、30号となるのか。これは入ってくるスライダー。インコース決まった。ノーボール2ストライクです。最後のカーブはタイミングがありませんでした。バッターボックスは3番高橋。ちょっとね、普通にしても結果が出ないとなるとまずいですね。アウトコースボール第2球はカーブですね。インサイド変化球外れます。ボール先行です。これは失投が来たんで、うまくセンター前にピッチャー返し。高橋ヒットが出ました。ツーアウトランナー1塁。ただこういうチャンスの場面で結果を残さないといけませんね。イ・デウン、まあ、マリーンズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけません、ね、イ・デウンに変わってま す, そうです、ね、新しい投手なんだな。150キロのチェンジアップにナックルカーブ、ツーシームと落ちるスライダー持ってますね。まずはストレートから、まず大きく外れてボールになりました。チェンジアップ真ん中ですが、タイミングが合わなかったでしょうか。ストレート、変化球を狙ってたんでしょうかね。ツーシーム、空振り、ポンポンポーンと空振り取られました。吉野部はもう退いてますので、試合はそのままジャイアンツが6対0で完勝したというゲームです。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。というわけで今回ちょっとロッテとの、ね、試合の途中で難易度を変えるという、愚行を行ったわけなんですけども、
本当にすみません、ちょっとねしばらくはこの難易度普通でプレーをしていきたいと思います。今年からそうか、試合数少なくなってるんですね。ああ、そうかそうか、なるほどなるほど。まあじゃあ大谷との試合はないということになっちゃいましたけど、まあオールスターとかね、あわよくば日本シリーズでなんていうこともまあなくはないんで、まあそういったところも期待していきたいと思います。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。